結構僕これ遊びながらなんですけど、クラブをサンドウェッジとアプローチウェッジ2本持って、ちょっと怪しいですけど交互に。やっぱね左ちょっと苦手ですけどね。練習するんですか？昔はねこれ練習してたんですよ、真剣に。友達も1本クラブ持ってこれでパスしたりとかして、落としたやつが負けとか結構やってたんで。そうですね、じゃあちょっとこっちクラブ置きます。あとはちょっと今日今できないと思うんですけど、高くなってもこう多少このボールの落下地点にクラブを持ってくるような、お、ちょっと慣れてきた。じゃあ打ちましょう。いった、こんな感じですかね。ありがとうございます。